コロナウイルスによって世界中で混乱が起きています。経済にも影響が出ていて、連日の株価下落の報道がやむことがないです。今からさらに企業への悪影響が出て、多くの会社が倒産してくるでしょう。都市封鎖をする国も出てきています。ここまでの影響が出てきたのは、近年ではコロナウイルスだけです。 しかし感染症で人類を恐怖に陥れたのはコロナウイルスだけではありません。コロナウイルスよりも強力で感染したら高確率で死んでしまうウイルスもあります。今回はコロナウイルスよりも人類に恐怖を与えたウイルスについて話していきます。エボラ出血熱。致死率80%が90%という史上最強のウイルスです。 初めて発見されたのは、スーダンのヌザーという町で、倉庫版をしていた男性が、高熱と腹痛で入院していたところ、体中から激しく出血して亡くなりました。周りにいた人たちにも感染して、最終的にはヌザーで死者151人に及びました。仮に治ったとしても、後遺症を残す可能性が高く、感染したら人生が終わるとも言われています。 あまりにも強力なために世界的な流行にはなっていません。感染すると1週間程度で発症するので、どっかに行く前に亡くなってしまうため拡大はしていません。また、船舶期間中には感染力はなく、発病したら感染するのも特徴です。エボな出血熱には、 感染して回復した元患者に抗体ができ、その血液や血清が有効な治療方法になっています。今までにスーダン、コンゴ民主共和国、コードジボワールといったアフリカで流行したことがあります。スペイン風邪。1918年パンデミックとも呼ばれているスペイン風邪。インフルエンザの一つですが、世界で5億人という当時の世界人口の4分の1が感染して、 多大な影響をお呼びしました。致死率は2.5%でしたが、死者数は4000万人と史上最大規模でした。しかし当時は第一次世界大戦だったので、スペイン風邪を調べる時間がなく、被害状況ははっきり分かっていません。一説には死者数1億人との見解もあります。スペイン風邪は他のインフルエンザと違って、健康で体力のある若者が多いことです。 大抵のインフルエンザは70歳以上の高齢者や5歳以下の幼児が多いですが、死者数の半数が20代から40代の人たちでした。この傾向はどの地域でも同じでした。戦日中の劣悪な環境で働かせていたのが原因との説がありますが、決定的な理由は分かっていません。日本ではスペイン風邪の影響でコロナウイルスと同じく学校を休校する地区もありました。 特に甚大な被害を受けていた神戸では、小学校と中学校は全面休校でした。日本での感染者数は2300万人で、死者数は40万人でした。今、スペイン風邪が流行ったら、コロナウイルスよりも甚大な被害が出ることは間違いないです。HIV。HIV は免疫細胞に感染し、破壊し、AIDS を発症させるウイルスです。 同性愛者に多かったですが、今では同性愛者以外でも感染します。HIV に感染すると免疫力が下がり、数年から10年の間に健康だったらならないようなウイルスでも重症化してしまいます。HIV を持っていてあまり重症化しないと言われているコロナウイルスに感染すると重症化してしまう可能性が高くなるイメージです。 HIV は感染者の血液、精液、母乳といった体液に存在します。これが相手の口の中や精液の粘膜に触れることで感染してしまう可能性があります。特に性交渉での感染が高いです。なので、しっかりとコンドームをつけることが大事になります。 HIV はもともと1930年代にアフリカの猿にあった SIV に感染したチンパンジーを食したのが始まりだと言われています。コロナウイルスはコウモリを食べた人間からと言われているので少し似ています。そこからアフリカの奴隷貿易で世界各地に感染者が広がり、世界中で症状が見られるようになりました。 世界での HIV の感染者数は3800万人で、日本には2万人います。現代では HIV を抑制させる薬があるので、以前ほど被害者数は減少してきていますが、油断できない状況です。ペスト。ペストはペスト菌が感染することが起きる病気で、致死率はエボラ出血熱と同じく非常に高く、60%から90%と言われています。 古くは西暦541年のエジプトから世界的な大流行が何度も起きていて、14世紀に起きたペストのパンデミックではなんと1億人が亡くなりました。基本的にペスト菌はネズミとノミの間を循環しています。ペストを持っているこれらが人や動物を噛むことで感染します。 さらに感染している人や動物の排泄物が粘膜や傷口に入ると感染するケースもあります。ヨーロッパでの感染が大流行した理由として道が汚かったことはあります。当時のヨーロッパでは道が整備されていませんでした。しかも窓が糞などの排泄物を道に捨てていたので道路の環境は非常に悪かったです。 先ほども話したように、排泄物から感染することもあるので、糞などがある道を通ると感染するリスクはもちろん高くなります。さらに病原菌を持っているネズミも多くなるので、糞の連鎖に陥っていたわけです。ペーストは中世期末に日本の北里と柴三郎によって原因菌が分かり、有効な治療方法を確立しました。しかし、完全な感染を止めることはできていません。 現代でも大流行とはならないまでも被害は出ています。天然痘天然痘は非常に感染力が強く、致死率も20%か50%と非常に高いです。ですが、歴史上初めて撲滅に成功した感染症です。感染経路は感染者のくしゃみなどに含まれるウイルスを吸ってしまうことで感染してしまう飛沫感染。 排泄物を接触してしまうことで感染してしまう接触感染があります。患者の衣類からなどでも感染してしまうので大規模な感染が何度も起きています。症状として40度の高熱や続きや初めに起き、その後体の表面だけでなく内臓にも豆状の発疹が出てきます。最悪の場合、呼吸困難になり死に至ります。 恐怖で世界を支配してきた天然痘は、1958年に WHO が根絶宣言をしたことで、急激に被害が少なくなっていきます。有効なワクチンが開発され、さらに乾燥凍結手法という画期的な保存方法ができたために、今までワクチンが接種できなかった地域でも、ワクチンで予防と治療ができるようになりました。 そして1977年のソマリアで発見された以外、今日まで発見されていません。1980年には WHO によって天然痘根絶宣言を発しました。今回はこれで終わりです。チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、ブログもやっています。こちらの方も登録お願いします。聞いてくれてありがとうございました。